熱活性化遅延傾向は、非発光冷気状態にある分子種が状態を変化させるために、周囲の熱エネルギーを取り込むことができ、それでようやく発光を遂げる過程である。タットフ過程には、見栄光状態にある冷気分子種が関与する。この分子種は通常は、臨光と呼ばれる、規定状態への金星繊維を持つ。 近くの熱エネルギーを吸収することによって、三重光状態は、自身を一重光状態に変換する、逆交換交差を経験することができる。一重光状態は、規定状態へと脱冷気し、蛍光と呼ばれる過程で発光する。蛍光化合物及び輪光化合物と並んで、タット不化合物は、有機発光ダイオードで使われ三つの主要な発光材料の一つである。 別の種類のタット不過程は暗状態への排座的捕獲によって生じることが示されている。熱エネルギーは遅延傾向をもたらす発光状態の最終合化を可能にする。完全な有機分子における熱活性化遅延傾向の最初の証拠は1961年に化合物栄養芯を使って発見された。検出された発光は E 型遅延傾向と命名され。 気候は完全には理解されていなかった。1986年、タットフ気候がさらに研究され、方向属地音類を使って詳細に説明されたが、実用的な応用が見つかるのはさらに先のことであった。2009年から2012年にかけて、足立千葉やらは、緑色、大色、及び青色 OLED のための効果的なタットフ。 分子設計戦略と優位性のある外部量子効率を報告する一連の論文を発表した。これらの発表によってこのテーマへの関心が急上昇し、タットフ化合物はすぐに照明及びディスプレイに使用される従来の蛍光及び輪光化合物に対するより高効率な代替物とみなされた。タットフ素材は蛍光及び輪光に基づくデバイスに続く 第三世代 OLED とみなされている。フォトルミネセンス経路と関連するエネルギー順位タットフ、過程の段階は渦に示されている。OLED で見られるエレクトロルミネセンス過程では、因果された電解が電子を一重光あるいは、見え光状態のいずれかへと冷気させる。軽原子のスピン結合のため、反線有機低状態電子と冷気状態電子の全、 スピン量指数が電子系が一重項状態か三重項状態かを決定する。もし電子系が一重項状態に属するならば、冷気電子はおよそ10ナノ秒オーダーの迅速な脱冷気での規定状態への許容繊維を経験することができ、これは傾向と呼ばれる。もし電子系が三重項状態に属するならば、冷気電子はおよそ1マイクロ秒オーダーのかなり遅い。 時間尺度での規定状態への近性脱冷気を経験することができ、これはリン光と呼ばれる。熱活性化遅延傾向過程は、見栄光状態の電子系が逆交換交差を経験して一重光状態となり、次に傾向発光へ向かうときに起きる。この過程では、タットフ素材は電子的に冷気状態となり、迅速に傾向を示し、次に似た波長の遅延傾向を示す。 蛍光素材は基本的に一重光からのみエネルギーを取り入れることができ、一重光状態はスピント計測のため電子状態の25%を占める。さらに20%の光取り出し効率のため、蛍光素材の最大外部量子効率はおおよそ5%となってしまう。リング光素材とタットフ素材はどちらも一重光状態と見え光状態の両方からエネルギーを取り入れる。 能力を有する。このため、理論的にはこれらの素材は因果されたエネルギーを100%近く変換することができ、これが傾向に基づく素材に対する、これらの大きな優位性となっている。発光デバイスで使われる素材の電子状態は、典型的にある種のスピン結合を含む。例えば傾向素材では、重セミ金属がスピン軌道結合を利用するために使われる。 しかしながら、ほとんどのタットフ素材は、核運動量の合成とも呼ばれるスピン結合を取り入れる軽原子を含む。この現象では、冷気及び規定状態電子の量子力学的振る舞いによって、組み合わされた全スピン数 s だけでなく、組み合わされたスピンの Z 成分 SZ も持つ混合状態が引き起こされる。このスピン結合現象が考慮に入れられるときのみ、 ランダムな励気状態が3つの可能な全、スピン S イコール1の組み合わせと1つの全、スピン S イコール0の組み合わせを生む。これらは電気励気のもとで生成された観測される75%の見え項状態と25%の一重項状態に相当する。タット不素材のいくつかの鍵となる速度論的性質が、それらが熱損失経路を最小化しながら傾向によって 光を効率的に生成する能力を決定する。クリスックと呼ばれる逆交換交差の速度は、被覆者三重光経路と比較して、相対的に高くなければならない。見え光・見え光消滅、見え光、昇高、あるいは熱源水のようなほとんどの被覆者三重光、経路は1マイクロ秒のオーダーで起こり、典型的に10ナノ秒オーダーである、蛍光発光と比較して長い。 もう一つの重要な性質が、デルタへと呼ばれる一重光、エネルギーレベルと見え光、エネルギーレベルの差である。このエネルギーギャップが小さいほど、周囲の分子の平均熱エネルギーの、より近づく。利用可能な熱エネルギーのオーダーに接近したデルタへを持つ素材は、ほとんどあるいは全く熱損失経路を伴わずに、見え光状態からの逆光感交差を効果的に、経験できる。 このように、このエネルギーギャップの最小化は、タットフ過程が0気三0項が容易に0気一1 0項に変換できるときにのみ起こるため、潜在的なタットフ素材を合成する上で最も重要な因子であると考えられている。このエネルギーギャップを最小化するために、これまで利用された最も有効な戦略は、同一分子上に空間的に離れて互いにねじれたドナーおよび、 アクセプター部分を持つ分子を合成することである。これは、スピン結合によって引き起こされる、見重光状態と一重光状態の差を効果的に減少させ、デルタイを減少させる。タットフ素材4ザピーンの化学構造タットフ素材に、一般的に使用される多くの科学構造は、ねじれ構造を持つことによって、デルタイを最小化する必要条件を反映している。 最も一般的に使われて成功しているタットフ、素材の一つに、4、5、6テトライローサラニートロルは、この種の構造を含む。下部と上部のカルバゾール元は平らで、同一平面上にあると見ることができるのに対して、左下と右下のカルバゾール元は平面からずれていると考えることができる。カルバゾール元の体が半平面であるため、 ホモとルモのエネルギーレベル間の差が最小化され、化合物は、見え光状態と一重光状態の間は、より簡単に移動することができる。全体的なねじれ配座を持つことに加えて、高効率、タットフ素材は、電子共与性及び電子需要性部分の両方を含み、それらの間のある種の平面ねじれを取り入れている。これらの電子需要性及び電子共与性器官の、 相互作用がホモトルもエネルギーレベルの重なり合いをさらに減少させる。したがって多くの高効率、タットフ素材は電子共与体として複数のカルバゾール元を含み、トリアジン、スルホキシド、ベンゾフェノン、およびスピロ元のような電子需要体を取り入れることができる。下の表は高効率と低いデルタ A が得られると報告されているこれらの加工物のいくつかの例を 示している。LG4K 局面 OLED テレビタットフに基づく素材に関する研究の大多数はタットフに基づく OLED の効率と寿命の改善に集中している。有機発光ダイオードはその向上したコントラスト、応答時間、より広い視野角、及び柔軟なディスプレイを作ることかけいる可能性のため従来の液晶ディスプレイに対する代替案を与えてきた。 第一世代 OLED は、蛍光素材に基づいており、これには、現在商業的に利用されているほとんどの、OLED あるいはアモレットディスプレイが含まれる。第二世代 OLED 素材は、輪光発光を利用し、これはより高い理論的効率という優位性を持つが、輪光青色発光体で見られる短い寿命の、ように他の領域ではまだ不足している。多くの人々は、 第3世代 OLED がタットフ素材であると考えている。これはタットフ素材がすでに小型試験デバイスにおいて素晴らしい量子効率と性能を示しているためである。実用的にはこれらのより新しいタットフ素材はより大型の実用的デバイスでの溶液プロセスへの適用可能性について困難さがあり多くの青色タットフ分子の性能を寿命が劣っている。 これらの問題点が解決できれば、タットフに基づく OLED は、特に曲面テレビやフレキシブル携帯電話画面設計において、現在の LCD ディスプレイや OLED ディスプレイを置き換えることが期待されている。2019年、台湾のワイズチップがタットフ発光体を使用した、世界初の OLED ディスプレイに着手した。タットフに基づく素材は、 迅速に傾向を発する素材に対して、それらのより長い寿命のために一部の画像化技術において特有の優位性を有する。例えば、タットフを示す分子、アクレフルシアンは、ミエコ酸素に対して強い感受性を示し、これによって効果的な分子上を酸素センサーとなる。フルオレゼイン誘導体、DEC カインピムはその長い寿命により性。 細胞中での時間分解傾向イメージングが可能となるため、バイオイメージングの分野で成功を収めている。これらのオーダーメイドされた有機化合物は、ランタニド作体のような従来の化合物と比較して、低い細胞毒性のため、バイオイメージング応用において特に有望である。タットフ化合物は、粉体上で、巨視的粒子サイズに基づいて調節可能な色変化を、 示すように合成することができる。これらの化合物はメカノルミネセンスと呼ばれる現象において機械的にすりつぶすことで発光の色を変化させることができる。具体的にはジフェニルスルホキシドとフェノチアジン部分を持つ不正化合物は傾向及びタットフ機構の組み合わせによって線形的に調節可能なメカノクロミズムを示す。SCP と命名された化合物は その発光スペクトルにおいて二重発光ピークを示し、機械的にすりつぶすことで色を緑色から青色に変化させる。タットフ素材の研究は素晴らしい結果を生み出しており、これらの化合物を使って作られたデバイスはすでに匹敵する小型デバイス性能と量子効率を達成している。しかしながらタットフ素材の合成応用はまだ商業的に、 採算が取れるようになる前に克服しなければならない複数の課題を抱えている。多分最大の障害は合理的な寿命を持つ青色発光タットフ分子生産の困難さである。超寿命青色 OLED の作成はタットフだけでなく蛍光やリン光素材でも同様により高いエネルギーの光分解経路のために課題となってきた。 効率の良いタットフ素材を生産する上でのもう一つの困難さは信頼できる分子設計戦略の欠如である。電子供お及び受容器とねじれ分子構造の組み合わせは新たな合成について出発点となる基本的な良い構想を与えるが、ほお及びるもエネルギーギャップの予測と素材を通じた、電気子の制御の困難さによって、 どの部分が最も有効かを正確に示すことを厄介なものにしている。ありがとうございます。